パリ軍事総督、ブルノダリー将軍パリ軍事総督は、フランスの首都パリの守備について、責任を負う歴史ある役職である、パリ軍総督とも言う。現在もパリ軍事総督は、パリに栄樹し、国家機関を防衛する、全部隊を指揮するが、総督は、毎年7月14日にシャンゼリゼ通りで、開催される、フランス革命記念日での軍事行進について、 共和国大統領の下で執行責任者としての役目もある。総督職の期限は不明点があるが、公式には、フランス王国が百年戦争を戦っていた1356年12月5日に、イギリスの捕虜となっていた全領王者2世に代わって、後に、シャルル5世となる同ファンが、アンジューコ・ルパリオと王太子代理に指名したことが始まりとされる。 総督職は二つの体制を経て変化している。アンシャンレジーム下では、パリ王として国王不在官は首都にいて、諸州を支配する諸公を抑えることであった。総督職は、フランス革命によって1791年に廃止されるもパリ及び、周辺の守備を維持するために、パリ軍総司令官を用意して、第17師団長が指名され、そして1804年に、 ナポレオン一世によって復活している。これにより、総督職の役目は、軍隊の指揮に特化することになるが、その権限は、時代と共とに変化し厳密な意味での総督職や、軍艦区総督職及び、軍団総督職としての機能があった。現在の総督職は、ビルドフランス地域圏司令官、海外派遣部隊、特にアフリカ向けの部隊の訓練指揮官、 イルドフランス防衛管区司令官として、管内の市民経済防衛について、地域県知事や県警本部長に対し、軍事顧問としての役割がある。アンシャンレジーム機の一覧については、不十分である点に注意。ありがとうございます。